担当には困らなかったですからね。まあポンすればね、はい、そう圧倒的にね受けの広さがね違うんだけど、まあその瞬間だけ見たらそうだけど、やっぱねちゃんとスタンピにくっつけてメンツ作って一発もと。はい、今季からの A リーグ参戦となっております中川、しっかりと戦っている、戦えているでしょうか。旬が今重なって、はい、うん、まあ上がるだけならいけそうだけど。そうですね、ピンズエレアンメンターツが2組今局ドラはスーソー、親は中川、谷さんは、うん、ちょっとビジョンが難しい。点数がないんでね、はい、谷は1万1000点持ちと。さあ谷、しかしここから高い手ってどうやって作りましょう。うん、どうやって作ろうかね。ドラ2枚引くか。うん、それぐらいですね。まああとはマンズの下の部分イーペーコーにして、うんうん、ドラ1枚使うかぐらい。さあ今リャンメンターツができます。少し上の方にターツを寄せていきますか。だからリャンメン3つになりましたね。はい、おさあこれ3ゾーン嬉しいぞ。通ゾーンより3ゾーンの方が嬉しいな。もうチーピンから行ったんだな。はい、谷チーピン切りました。今回大井はちょっと苦しいですね形上。はい、中川と谷がちょっといいどうまとめるか。さあドラを1枚持っているのは小川、しかしこの形、はい、メンツがない、持ってるだけみたいな感じ。そうだよね。そして大井も1枚持っているが、2人とも持っているがだよね。はい、で持ってない2人が形は良い。うん、一応これドラ受けがね様相を持ったことによって、さすが引いた。お、本当にイーペイコー、これガセちゃんの言う通りになりそう。イーペイコーでドラ使ったら高い。そしてだからイーピンリャンピンの縦引きが望ましいですよ ね、うん、ガセちゃんスタイルはそうですか。ガセちゃんスタイル、カンナムスタイルみたいな。まあでもこれ3ピン引いても 1,2,3 の3色残るんで。そうだね、はい、E1 引いてね、イーソで上がれば意外とこれどういっても満貫のテンパイをなんかね、ウーワンとか引かない限り、うん、ウーワン引いた時だけちょっと寒いかな。寂しいね、はい、手役が全部崩れちゃいますか。そうだね。サオガジャント候補できるか。ガーだね。まあまあちょパーソーね、まあそろそろ切ります。急走には入れるとし先に逃がしちゃいますか。小川安全パイ持ってます、大丈夫ですか。小川は意外とブクブクちゃんですね今はね。まあ一応パービンキューピーあたりがみんなに通りそうではある。あ、なるほど、はい、あそこが安全ブロックブロックって感じじゃないですか比較的。さあ嘘、おドラ受けができた。これ456見えません。ありますね完全に。さあドラは2枚残っているぞ。さあ行って進む。これ一応イーシャンテですね、ドラオイが浮いちゃうイーシャンテ。さあ多いも E1 があんこになる。まあ字を切りますか。ちょっとな、まだちょっとだな、ね、これは数々引きたい。どうだ惜しい三蔵。さあ谷何も引かないですね。一番もうその進む道が分かってるのは谷ですか。そうですね、まあ、ってことはやっぱ有効牌も少ないからしょうがないですよね。うん、なるほど、はい、多いは急走横にした、うん、どういうことなのか。ローソーを切っていく。ほうほう、ドラを使うぞと。急走が親の現物なんですね。あ、一番いい数ピン。でもこれちょっとさすがにマンズ切るんじゃない。選択がマンズ切るんじゃない。でも気合の3色か、それもあるね。あ、マンズ切りました。これは普通だよね。普通です。やっぱ一番リーチ。おー、数走これで谷井さんがリノミになることなくなった。はい、あ、そしてこちらもこれも嬉しい、ドラが使える形。まあ、これキュッパーピン切るかレアンズを切るかですね。ここはキューピンから、まあ、リャンメンでもねリーチ打つつもりでしょう。さあ嘘引いた、注文通り。なんかすごいな、なんか一人有効牌引いたらみんな引きません。みんな引いたね急にね。ウーアンミッション、はい、中川はターツ落としを見せました。ねえ、このスーアンウーアンはめちゃめちゃ嫌だな。3色も残った。2、3、4復活。おー、でも E1 引いたらもうなんか台無しだね。 E1 つも切りたいですね。見てか、はい、さあ中川転敗した。三面ちゃん残った。イースチーピン待ち。こいつは嫌だぜ。リャンピン引くと一発宝珠になる。こんなサブローワンターツ外すわけないもんな。これはこれはさっきと似てますね。さっき似たようなのありましたよね。だいぶ怖いっすね。かなり後継に見えますか。見えますね。だって
最後の手出しがねトンですからね、はい、こいつはチートよりも後継に見えますね。さあ小川もテンパイ、ここはパーピンを現物を切っていきます。あ、ただリャンソーは通ってないけどダマとリーチはしなかった。まあやっぱ戦うのはちょっとね、一発もの男ないか、確かにありそうだったよね、はい、この町なら。さあ実際に E ピンまるっと残ってますか。まるっと E ピンが3枚残っていて、チーピンが川に1枚、手の中チーピン手の中に1枚しかないよ。じゃあチーピンも2枚、はいはい、スーピンもスーピンが1枚と。なるほど、3、6枚6枚もある。そうですね、この3面ちゃん6枚積もって裏が乗ったら大きい。積もった。さあ裏側が大事、リャンゾは乗りません。リチスも1000オール、まあ一旦ね、一旦ね。でもまあなんか一番間違えずにね、サブローを外して上がりきったんで。そうですね、あれって3色狙ってもね、地図を引いたらホニャってなりますね。ホニャってなって、リーチのみサブロワンに多分なってますよね。でまだ上がってないですもんね、うん、そうそう、それだったらやっぱ一番いい、今テンパイじゃないですか。そうですよね、そう今テンパイ一番いいルートをね選びましたよね、はい、はい。麻雀スリアロチャンネルの動画をご視聴いただきありがとうございます。麻雀に関する動画をほぼ毎日アップしております。チャンネル登録、高評価、コメント、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。また概要欄に麻雀プロ団体ライブチャンネルのリンクを貼っておりますので、そちらもご覧ください。リーチ。